どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルの、今回ね、新型コロナウイルスに対しての、特別対応をね、まとめて、紹介していきたいと思います。こちらね、一部ね、生放送で、触れているんですけども、動画にはねまだしてなかったんですよね。それと、先日ね新しい発表がありましたので、まあ、こちらも全部ね合わせて、解説していきたいなと思います。まずですね、ポイントの有効期限一時停止ということで、マリオットボンボイポイントにはですね、実質ポイントには有効期限はないんですよね。まあ、これ実質ってついているのは、ポイントに対してね、マリオットボンボイのポイントはアクティビティがないと、1年間で失効するっていうことになっておりまして、このアクティビティは何なのかっていうと、まあ、ポイントはね、まあ、増減、増えたり減ったりすると、まあ、どん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 延長っていう形でね、繰り返すわけなんですよね。っていうことなんで、まあ、私の動画のチャンネルで結構紹介させていただいている SPG アメックスを保有している方で、まあ、年に1回でもねこちらクレジットカードを利用していれば、まあ、ポイントつきますよね。まあ、それで、ポイントの有効期限はね、まあ、ずっと延長延長を繰り返すので、まあ、実質ないと言われてるんですけども、まあ、どっちかというとね、まあ、こちらはね SPG アメックス等々をね、まあ、持たれてない方で、まあ、マリオットボンボイをね保有されている方向けの救済措置かなっていう感じなんですよね。本来まあ1年間でまあ有効期限が切れるわけなんですけども、2020年8月31日までにまあ有効期限が切れるポイントは、有効期限一時停止っていう感じでね、まあ有効期限がなくなるっていう感じの措置が出ております。次に、フリーナイトアワード有効期限延長。まあこちらはね、私のチャンネル見られている方、まあ一番気になっているのは、まあこの部分かなっていう感じですよね。SPG アメックスを保有していると、年会費の更新時にね、5万ポイントまでの、ポイント宿泊権利がね、まあ付与されますよね。まあそちらが、本来1年間の有効期限が、まああるわけなんですけども、まあこちらが、3月1日からね有効期限が切れる特典を、2021年の1月31日までね、まあ、有効期限延長っていう風になりますんで、 SPG アメックスの年会費の更新が、まあ、先月とか先々月とかでね、まあ、来てる方であれば無料宿泊券ね、どうなるんだろうなって、まあ、思ってる方、まあ、いらっしゃると思いますので、まあ、ひとまずね、まあ、そこまで延長が発表されているっていう感じになります。こちらね、確認方法なんですけども、マリオットボンボイのサイトの方に行っていただいて、右上の方にね、まあ、自分のお名前の、まあ、アカウントのね、ボタンがあると思うんですけども、そこから、アクティビティを選択していただくと、まあ、ここにね、こちらに獲得したリワードっていう感じで、こちらに表示されます。で、それの一番右側の方にね、まあ、有効期限が、出るようになっておりますので、まあ、そちらでね、確認していただくっていう形になります。で、これね、切り替わるのが2020年、まあ、今年の4月に、ま、切り替わるっていう風になっておりますので、まあ、もしね、切り替わってない方は、しばらくね、待っていただければ、ま、切り替わると思いますので、まあ、ご安心していただければなっていう感じです。名前としては、フリーナイトアワードサーティフィケイトっていう項目になりますんで、まあ、こちらがね、無料宿泊券、5万円ポイントまでの宿泊券っていう風になりますんで、そこも、一つね、覚えておいていただけたらなと思います。次に、スイートナイトアワード有効期限の延長。まあ、こちらはですね、プラチナステータス以上の方が、まあ、保有しているこの特典なんですよね。このスイートナイトアワードっていうものは。で、これどういう特典かっていうと、事前にね、スイートルームが空いている場合は、まあ、こちら側からリクエストができる権利なんですよね。まあ、そうすると、スイートルームがね、まあ、保証されるっていう特典なんですよね。まあ、プラチナ以上だと、まあ、5からね、10ぐらいのね、このスイートナイトアワードっていうね、まあ、特典がね、まあ、もらえるわけなんですけども、本来ね、有効期限は、まあ、1年間で2020年の12月31日までのね、まあ、特典にはなってるんですけども、まあ、これが1年伸びて2021年、
12月31日までっていう風になります。まあ私もですね、昨年ね、こちらプラチナステータスね、取得しておりますので、まあ私もねこの特典持っているんですけども、無事にですね、2021年12月31日までね、有効期限切り替わっておりましたので安心ですよね。このスイートナイトアワードっていうのは、事前にリクエストしてね、まあ利用するっていうものですので、まあそもそもホテルに泊まりに行かないとね、この特典はまあ利用できませんので、まあ今現時点でまあできないですよね。うん、っていうので、まあこちらのね、延長が発表されたっていうのはね、本当にありがたいですね。で、こちらはね、切り替わるのが、2020年の6月以降っていうふうにはなっているんですけども、まあ私の方はね、まあ先ほど言った通りもう切り替わっておりますので、もし切り替わってないっていう方もですね、ちょっと6月までね、ちょっと様子見ていただけたらなっていうふうに思います。次に、ステータスの有効期限延長っていうのがね、発表されました。いやー、来るかどうかっていうのはね、ずっと言われてたんですけども、やはり来ましたね。うん。今ね、2019年に、まあ、取得したね、ステータスっていうのが、本来1年間、まあ、有効なんですけども、まあ、それがですね、次の年度ね、1年間が、まあ、利用できるわけなんですけども、まあ、それがね、そのまま丸々1年間、延長っていうふうになりましたので、2022年の2月まで延長となりました。で、私もですね、2019年にプラチナチャレンジを行って、まあ、結局ね、まあ、昨年結構ニューヨークとか、まあ、国内とかでね、いろんなマリオットホテル宿泊させていただいて、まあ、年間50泊ね、達成することができたわけなんですよね。ですので、2022年のね、2月まで、まあ、延長っていうふうになりました。で、こちらね、確認方法なんですけども、これね、残念ながら日本のサイトだとまだ、見ることができないみたいで、マリオットボンボイのサイト、PC サイトを開いていただいて、日本語で、ね、表示されていると思うんですけども、一番右下の方にですね、今日本語が出てる場合、日本語って書いてあると思うんですけども、それをね、英語に切り替えてください。で、英語に切り替えた状態で一番上の方に行っていただくと、アカウントの自分のマークがありますよね。まあ、そちらに行っていただいて、オーバービューっていうところをね、クリックしてください。そうすると、もう一番前の方にね、ご自身のステータスが、何月までのね、特典なのかっていうのがね、表示されるようになっております。で、私も、先ほど確認しましたらですね、もう2022年の、2月までっていうふうに、アカウント、ステータス延長がね、発表されておりましたので、もしね、ご自身のステータスがね確認したいっていう方はね、まあこちらでね確認していただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回は、マリオットボンボイホテルの、新型コロナウイルスのね、特別対応をまとめさせていただきました。まあ、本当にねありがたいとしか言いようがないですよね。うん、コロナウイルスがね収束したら、またねガンガンね泊まりに、まあ、ガンガンまでいけるかどうかわかんないですけども、もう、まあ、できる限りね、宿泊していきたいなと思いました。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。